あっしが徳川家康と服部半蔵忍者隊が通り鬼の半蔵服部半蔵正成じゃ。はっ。さあこたびはどこに来ておるかというとの、アウトドアベース犬山キャンプ場に参っておる。よいしょ。おお、こんな素晴らしい場所じゃ。木漏れ日サイト。さあ今回焚き火いたすのはここじゃな。ここは木々が日差しを遮ってくれることにより涼しく過ごすことができる。して近くに川が流れており、川のせせらぎを聞くのがまた格別なのじゃ。してなんとホタルも見ることができるそうじゃ。さあまずはの、今から火を起こすために薪などを割ってまいりたいと思う。はい、これの薪、薪じゃな。でわしこの現世ののまあ昔で言う苦内じゃわ、このナイフをまあ持参して持っとるゆえに、まあ、これで割っていきたいと思う。でまあ薪、まあこのようにあるんじゃけど、まあこれこのナイフをこのようにまあ突き立て、これでこの薪、もう一個の薪でこういうふうに叩いていくんだよ。これの今の薪割っとんじゃわ。ああ、薪を。今な、ワッパたちがあの質問しに来たわ。なあ、答えてあげとったわ。さあでは薪割りの続きをいたしていくか。まああのように割っていくんじゃな。これでまあ火を起こすのには、まあ、細かい小さな木から、まあ、徐々に大きな木へと、まあ、燃え移していく、燃え移していくという言葉がおかしいかもしれんが、このように割れるんじゃな。はい、まあこのような形で、右から小中大のような、まあ、木を揃えていくというところじゃな。はい、これ現世でいうノコギリ、まあ、昔でいうとシコロじゃな。まあ、このシコロを使うてな、まあ、大きな薪をちいと半分にしていくわな。よしよし。はい、あらかたの、まあ、準備は整ったからな。それでは火をつけてまいろう思う。さあおいで。こたび、まあ、火をの切りもみ式でつけよう思ったんじゃけど、まあ、このように棒をガーッとこのように回して火種を作る方法なんじゃけど、それをしよう思ったんじゃけど、ちとのこのように、まあ、分かりづらいかな、雨がちとの降っておるんじゃな。故にまあ、雨が降ってると木が湿っておってね、つかんだよな。ちょっと今から、まあ、現世に近いやり方で火をつけよう思うわ。松のこの樹液を固めたもんじゃなんじゃけども、まあこれを、まあ、このこうじゃな、この苦内で削っていくと、まあ、現世のナイフで削っていくと、細かく、まあ、粉状に削っていくのじゃ。現世ではこのようにこすると、まあ、火花が散るものがござるな。このようによいしょ、あれよいしょ、ように火花が散るものがあるんじゃな。まあ、これを使って、まあ、火を起こしていくやり方でやっていくわな。
このぐらい粉を作ればええかなとは思う。それでな、まあ、これ麺の糸、まあ、これをちょっと今日こたびは樋口に使っていき、それでまあこれちょっと器用なふさふさとしたもの、これこれで削り出したものなんだけども、これがこれで削り出したものなんだけども、うん、これに燃え移していき、まあ、徐々に火を大きくしていこうかな思うわ。さあそれではうまくいくかな。よいしょ。さあ、いでよ、いでよ、いでよ、火を、いでよ、王者、王者、そうじゃ、その調子じゃ、その調子じゃよ、その調子じゃ、そうじゃ、そうじゃ、王者、燃えていくのじゃ、よーし、よしよしよし、ええぞ、やっとこさ来たぞ、やっとこさ来たぞ、そうじゃ、ゆっくりとな。ゆっくりと燃えていけ、王者王者。ああ、わしは完全に今独り言のようで怪しいがな。なあ、怪しいわな、独り言でな、こんなもん。よし、来た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 ぞ、よし来たぞ、燃えてきたぞ。さあこのように燃えてきたわな、燃えてきた、やっとこさ燃えてきた。
これじゃあちとな今から飯を作るゆえに、まあ、ちょっと小道具を作っていくわな。まあ、こんな風にな、ちと木のよいしょ、木の先を尖らせてな、このぐらいかな。うん、ちょっと燃えるやもしれない。地中に地中に埋める、地中に、よいしょ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 、このぐらいでいいかな。よし、これでいいかな。